皆さんこんにちは、着物カフェです。今歯切れをほどいてるんですが、こちらの歯切れは日暮里のリサイクル着物屋さんで買ったものです。日暮里には自分で着物を作りたくて生地を買いに行ったんですけど、この着物中村さんのお店はインスタのフォロワーさんが教えてくれました。この歯切れすごい可愛くて、こう所々に丁寧に前の持ち主さんが手直ししてるとこがあるんですよね。こういう丁寧なところが前の持ち主さんのことを好きになりましたで、ちょっと前にインスタのストーリーで絵文抜きが欲しいなっていう風につぶやいてましたら、和裁士さんの資格を持ったフォロワーさんの方が、余ってる絵文抜きをなんと送ってくれたんですよ。優しい。それを今塗っているところです。やっぱり長襦袢に絵文抜きがついてると着付けするときに綺麗に絵文が抜けるので、私はこれがあった方が、綺麗に着れるなっていう感じがします。最近のコーディネートでは半襟にあまり色味をつけないような感じが好きだったんですけど、白襟とか、なんかこういったアンティークの歯切れをつけると急にこう華やかになって可愛いですね、はい、で今回はこちらのクルメガスリに合わせてみました。結構半襟に主張があったので、着物とかはあまりこう柄がないような方が映えるかなと思ってこちらの着物にしました。でこのクルメガスリにした理由にはもう一つあって、この日はですね、インスタグラムの、インフルエンサーというんですかね、着物の有名な方の、イベントがありまして、それが着物でピクニックっていうイベントだったんですね、はい、みんなで着物を着てピクニックしませんかっていう企画だったので、洗える着物を推奨されていたので、お外なのでね、やっぱり汚れとかつきやすいと思ったので、洗えるこのクルメガスリの着物にしました。よく呉服屋さんとかおはつらいとかね、よくされてるこうごひいきの呉服屋さんとかでは、多分そういうお食事会とか、旅行でしたっけとか行ったりとか、なんかそういうのってあるって聞いたことあったんですけど、着物のね、そういう有名なインスタをやってる方とかが、開催するイベントっていう事態、行くことも初めてだったですよね。しかもなんかそういうイベントって結構もう着物友達と一緒に参加したりとかする方も結構いらっしゃると思うんですけど、私の場合着物友達がいないので、本当に一人で参加することだったので結構ドキドキしてたんですけど、本当ね、多分男の方もすごい結構いらっしゃって、6人くらいいたのかな。であとは女性の方、本当20代の方から結構年上の方、何歳ぐらいかちょっと分からなかったんですけど、本当にいろんな年代の人が同じ趣味で集まって、いろいろ楽しくお話できたのですごく楽しかったです。結構ね、その日最高気温が30度っていう予想だったので結構ドキドキしてたんですが、でもなんか最近ちょっとね、着物着てなんか汗かかいて帰ってくるのもなんか達成感というか着物着たぞっていう感じがね、たまにこう私の中では達成感があって好きになってきてはいます、はい、でもすごくいろんな方とお話ができて楽しかったです。そしてなんか少し思ったのが、私も YouTube を1年続けてきて、これからもゆっくりですが、続けていこうかなと思ってるんですが、毎回ね、やっぱり見てくださる方とかコメントくださる方っていらっしゃってとても嬉しいんですけど、なんか私もね、いつかこの YouTube を見てくださってる、
着物仲間の人とみんなでこうワイワイ会えるような企画とかしたいなってちょっと思いました。なんかやっぱ会ってみたいなとか思うこともやっぱありますし、なんか着物のこととかいろいろお話しできる企画ができたら楽しいだろうなとその時、思いました。ちょっとね、私が企画力もうちょっと、できるようになったらそんな機会を作ってみたいなと私のささやかな、目標でございます。はい、はい、でいろいろ喋ってきたんですが、帯はこのアフリカ布のいつも使ってる半幅なんですけど、半襟も赤系 で私髪の毛もちょっと赤系なので茶色い着物で、小物は赤系っていう感じでまとめてみました。はい、今回の着物でピクニックに来ていた方の帯とかなんかを見てみると、まあ、半幅の帯の方も何名かいらっしゃって、お太鼓の方も結構いましたね。あとはへこ帯の方もいて、和洋折衷という感じよりかは帯とかで個性が出てるなっていう風な印象でした。で一応イベントが10月だったんですけど、ほとんどの人が、まあ、洗える着物っていうことで一重のお着物を着ていて、羽織を着ている方はほとんどいなかったかなっていう感じです。あまり羽織って今あまり着ないんですかね。はい、あと当たり前なんですけど本当に着物って誰とも被らないですよね本当に皆さんそれぞれ思い思いにコーディネートされていて誰一人被ることがなくてすごく面白かったです。はい、ということで今回はこんな感じで、公園で着物でピクニックしてきました。はい、バッグはこちらのカゴバッグを持っていきました。ということで今回はこの辺で、またね、バイバーイ。